こんにちは、マゴコル水産のソーダです。今日は対馬の縁起の良い魚、対馬の寒ぶりの紹介です。皆さんご存知でしたか？対馬の寒ぶりは江戸時代、将軍様に献上されていました。丸々と太った対馬の寒ぶりをどうぞお買い求めください。待ってます。